オートミールの選び方を間違えると太ります。このチャンネルでは腸活を通じて健康的で綺麗に痩せるための情報をお伝えしています。ぜひチャンネル登録していただきましてお役立てください。また詳細欄 LINE のリンクから痩せる4つのプレゼント無料で差し上げております。そちらも受け取ってくださいね。それでは1つ目の項目です。なぜオートミールの選び方を間違えると太ってしまうのかというそのポイントをお伝えしていきますね。それは腸内環境に負担をかけてしまうオートミールを選んでいるからなんですよ。もしダイエットにね成功したいと思っていらっしゃるようであれば何をすればよいか、それはまずあなたの腸内環境を整えることがもう大前提になってきます。なぜかというとここを無視してねどんなにダイエットを頑張ったとしても、例えば食事制限であったりもきつい運動とかですよ、もうどんなに頑張ってももうなんで1キロも痩せないのとか、痩せてもなんですぐ戻っちゃうのっていう方はあなたがね悪いんじゃないんですよ。腸内環境が悪いままだから太ってしまうんです。もうそれくらいですね大事なんですよ。なぜかというと腸内にいる腸内細菌ですね、痩せ菌と呼ばれるその善玉菌たちがちゃんと種類が多くて元気でいつまでも腸内にね暮らしてくれるという、まあ、こういった環境づくりができる方っていうのはですね痩せるんですよ、どんどん痩せる。逆にそれができてない方っていうのは痩せないんです。なのでこのオートミール一つとってもですね、もしかしたらあなたは間違った選び方をしていることで、せっかく一生懸命ね毎日毎日オートミール痩せるんだと思って食べているのにもかかわらず、その種類が間違っていたがゆえに太っていた、痩せれないっていうね、そういう状況を作ってしまっている可能性があるんです。では2つ目の項目です。何をということで、間違ったグラノーラを選んでしまった方々、まあ、要は太るオートミールをわざわざ購入してしまっている方がどんなものを選んでいるのかというのを3つに分けてお伝えしていきたいと思います。まず太るオートミールということで1番目です。グラノーラ系を購入している方ですよね。もう今いっぱいフルーツグラノーラとかココアとかチョコレートグラノーラとかいっぱいスーパーに見かけることも増えてきたと思うんですけども、ああいったグラノーラ系のオートミールを選んでしまれますと太ります。もう一目瞭然、原材料名を見ていただきますと、もうたっぷりお砂糖や添加物ですね、余計なものが含まれていて、そもそもカロリーが高すぎるということになるんですよね。ですからせっかくのそのオートミールの痩せ効果がもう半減するどころか、食べれば食べるほど太ってしまうというのはこういった甘い系のグラノーラになります。では2つ目です。インスタントグラノーラを購入している方ですね。これはあのパッケージにインスタントグラノーラって書いてあるものになるんですけれども、こういったグラノーラはそのグラノーラ系のね甘いものに比べればまあいいんですけれども、それでもやっぱり途中で加工しているその過程で味付けしてあったりとかですね、添加物が入っていたりと、要するにせっかくのオートミールが持つ低 GI 値効果、まあ、要するに血糖値の急上昇をその抑えてくれる効果がないものになります。まあ、1番目もそうですよね。こういったものを召し上がってしまうと、せっかくねその例えば白米の代わりにオートミールに変えているのにもかかわらず白米以上に血糖値が急上昇みたいなね可能性がまあ高い、まあ、もしくはその同等ですよねになってしまうと意味がないわけですよね。ですからグラノーラに使われていたり、まあ、インスタントオートミールに使われている、まあ、そういったその添加物ですよね、そういったのが余計にダイエットを邪魔してますよということになります。では3つ目の太るオートミールはこちらです。農薬たっぷり使われて作られたオーツ麦でできているオートミールですよね。やはりこれはですね大事なんですよ。オートミールの質が大事なわけですね。もういくらオートミールがね痩せ効果があると言ってもその原料そのものが農薬たっぷりで腸に負担をかけてしまうものをもうせっせと召し上がってしまうと、あの腸にとってはですね、いやもうちょっとやめてくださいよっていうものになるわけですよね。まあ、もちろん大豆麦自体はいいんだけれども、そこに農薬が入ったことで腸が何て言うかというと、
いやーちょっとこれ消化吸収めちゃくちゃ大変なんですけどってね言ってるわけですよ。こんなに仕事を増やしてもらったらもう困るなーって、もうちょっと休ませてもらいますって言ってね、元気をなくしてしまって動かなくなってしまうわけですよね。そうするとどうなるかというと、せっかくね召し上がっていらっしゃるものが消化吸収できずに、どんどんね栄養不足になってしまうんですよ。もうそもそもこういったそのダイエット効果をこう得たいものが吸収できないとなったら、もうものすごくコスパ悪いわけですよね。もう食べても食べても栄養もできない、吸収できなければ太っちゃうっていうね逆効果になりますから、やはりどんなにダイエットに良いと言われているものであっても、農薬たっぷり添加物たっぷりのものでは逆効果ですよということになります。では3つ目の項目です。どのようにということで、今回この項目では痩せるオートミールの種類が分かります。そしてそのオートミールをどのように食べるとさらに痩せ効果をアップさせることができるのかという具体的な方法をお伝えして終わりたいと思います。まず痩せるオートミール3種類あります。まず1番目ですね、ロールドオーツになります。私が今使っていますのはこちらです。あの無添加の高生産が出しているオートミールなんですけれども、すいません、見えますか？光って見えません。大丈夫ですか？オーツ麦 100% 使用のロールドオーツです。でこちらは安心安全オーガニック原料を使用していますということで、もう本当にね良質のオートミールになるんですよね。でこちらは会社が株式会社高生産光に生まれると書いてありますね。広島県の会社ですね。でオートミール括弧ロールドオーツの原材料名オーツ麦括弧アメリカオーストラリアカナダ産ということで、国産ではないんですけれども、ポイントはやっぱりこのオーガニック栽培、まあ、有機栽培ですよね。無農薬栽培できちんと安心安全の工程を得て作られたこのロールドオーツで、このロールドオーツというのはこのオーツ麦、まあ、麦のまんまがねゴロッと丸ごとあの、まあ、押しつぶしてね、まあ、加工されているんですけれども、どちらかというとあのお米の代わりに食べたい種類ですよね。やはり食感があるので食べる時にこう本当にこうご飯みたいな、ね、感覚で召し上がっていただけるタイプになっています。では2つ目です、クイックオーツになります。それはこちらのタイプになるんですよね。同じ会社のものなんですけれども、クイックオーツということで、先ほどのロールドオーツをさらにこうなんかこう細かく砕いてありますから、私はあの、まあ、普段玄米美味しく食べてるんですけれども、まあ、時々ねオートミールもいいかなと思って、その玄米の代わりに食べるのはこっちのロールドで、例えばちょっとミューズリータイプ、あのおやつといいますかね、おやつ感覚で食べたいなっていう時はこのクイックオーツを使って、あのミューズリーですよね、このミューズリー、例えば冷凍のフルーツとかちょっとナッツを入れてちょい足しでね、ちょっとこれに混ぜると、どっちかっていうとそのお食事用っていうよりはあのデザート系によく使えますね。こちらは食べやすいので、すぐねレンチンでも柔らかくなるし作りやすいので、私はこれはあの無調整豆乳と冷凍のベリー系のフルーツと、あとナッツですよねのパラパラっとかけて、あとシナモンパウダーとかもかけてね、少し蜂蜜入れる時もありますけれども、レンチンしてホットのミューズリーとして作ることが多いです。でこちらはもちろんね無添加でオーガニック原料だから安心です。であと最後3つ目は、まあ、ことかぶるんですけれども、要するにポイントは農薬を使っていない有機栽培であったりオーガニック、今ご紹介したのもそうですけれども、お体にとって良い、まあ、そもそも腸がね元気に働いてくれるというね、負担をかけないやはりオートミールを選ぶのがとっても大事になってきます。そして最後にオートミールの痩せる食べ方ということでポイントをお伝えしていきます。まずは量に注意ということで、いくら痩せ効果の高い、まあ、オートミールとはいえ、やはりですねあの糖質は入ってますよね、ご飯と一緒です。なので食べ過ぎてしまっては NG です。ですから私の場合もですね、まあ、子供ジャワに1杯分ぐらいの量をあの朝食べたりお昼に食べたりすることがあります。でそれプラスですね、
オートミールばっかりでは食べていて痩せるのかっていうのはそうではないですよね。やはり栄養バランスが大事です。栄養バランスが整っていないと腸が元気に動かず、まあ、そもそも痩せホルモンを作る材料が取れませんから、やっぱりね栄養もすごく大事なんですよね。その時にオートミールのそのレシピにいろいろあると思うんですけれども、ポイントはタンパク質と食物繊維をこう半々トッピングするっていうのもポイントになりますよね。例えばまあ納豆とか卵をかけるのも良いですし、そこにキャベツを乗せるとかね、そういった半々をしっかりトッピングするっていうのも大事ですし、まあ、もしくはトッピングせずに、まあ、オートミールをご飯化して食べるプラスおかずとしてこういったものを必ずセットで入れましょうねってことです。まあ、腸活メニューですよね。そしてポイントは朝かお昼に食べましょうです。夕食にオートミールはおすすめしません。なぜかというと、もう活動する時間でもないですし、糖質ですから、やはりそれがね全部身に立ってしまうと良くないので、やはり活動する朝ですとか、まあ、せめてお昼までには食べ終わるというのがベストです。さあ、いかがだったでしょうか。今回はオートミールの痩せその選び方についてお伝えしました。とっても大事ですよ。せっかくね頑張っているダイエットですから、賢くコスパよくですねダイエットしていただきたいと思います。それでは最後までご視聴していただきましてありがとうございました。